便秘とかお通じが来ないっていうか、2日に1回ぐらいはちゃんと出てる。普通に便秘です。それ、あ、そうなんですか。ちょっとです、こんな、あー、ちょっと引きますね。おー、体内にめっちゃ針取り込んでますよね、私、取り込んでる。すごい回るようになりました、はい。ハリケーデンからこんにちは、両張りキング、あ、ありがとうございます。やりたかったです。今日はコスプレイヤーでグラビアアイドルの浜津一葉さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします、はい。で、女性で便秘とかお通じが来ないっていう方結構いらっしゃるんですけど、ないですね。2日に1回ぐらいはちゃんと出てるんで2日に1回ですね。毎日出る日もありますし、はい、長くても2日に1回ぐらいは出てます。次便秘です。それ、あ、そうなんですか。3、4日出ない方がいるか、私2日に1回出てるし、まあ、毎日出る時もあるし、便秘傾向がありますね。便秘症まではいかなくても結構便秘傾向があるんで、これ出してあげるとですね、肌もすっきりします。ちょっとね、痩せたりもします。痩せたいです。いいですか。じゃあちょっとです、こんな、こんな、こんな感じでちょっと刺激的ですけど、ね、はい、はい、頑張ります。結構すっきりしますんで、はい、もう本当に翌日とか出るんで、もうすごいもう、もう通称ベンデールって言われてます。早速、はい、受けていただければと思います。それでは、はい、こう、意外と私便秘じゃないっていう方も結局2日に1回だったりとかして、はい、普通に便秘なんですよね。そうなんです。便秘傾向なんですね。普通は1日1回か3回出てもいいです。3回下痢じゃないですか、それ。下痢じゃないです。普通のようにしてます。食べたらポン、食べたらポン。これ2、3回出ますね。今朝も朝6時から絶好調です。すごいですね。すごくないですか。体軽いです。うちの神さんにはちょっとあなた頭おかしいんじゃないのって言われます、ね。便秘の方って結構こわばってる方、体がガチゴチだったりとかするんですよ。結構ストレッチングやって柔らかいっておっしゃってましたけど、こうリラックスしたりとか自律神経整えるのが大事なんですね。多分いろんな、まあ、お仕事だったりとか編集だったりとかね、交感神経が高まっちゃったりする。アドレナリン系ですね。興奮してる時っておトイレ行けないじゃないですか。緊張してお尻をいてたくなるけど、まあ、別なんで、興奮をリラックスさせなきゃいけないんです。ちょっと体のこわばりを見てみたいんで、はい、首右左やってみて、はい、左ですね。割と動く方なんですけど、右がちょっと行きにくいですね。そうですね。右ひねって、体元、骨盤を動かさずですね、はい、左は行きますよね。ちょっと右側がちょっと割と凝ってる、うん、これを改善したいですね。お通じが出てると痩せるツボがあるんですよ。そうなんですか。しかもリフトアップもするんですよ。これ、11円でお通じ改善とリフトアップもします。合谷ってツボがあるんですよ。人差し指と親指のところ、この付け根です。右側にこう10円を貼ってください、ね。これです、はい。で、2個目と3個目の足の間に1円あります。これ韓国っていうツボなんですよね。多分首の動き良くなってると思います。体の動きも良くなります、ね。さっきより、はい、見えるようになりました。あ、結構いきますね。意外とアンさんは胃腸によってちょっと調子が悪くなって、筋肉とか問題あんまりないんだけど、胃腸とか自律神経を整えてあげるともっと良くなる。疲れが溜まったなとかあまり認識できなかったりとか、疲れて寝るのはすごくいいことなんですけども、あまりですね認識できなくて頑張りすぎちゃったりとかする方もね結構いるんですよね。ちょっと自律神経の乱れがあるのかなっていうことですね。ここの方に行きたい。11円やってみてください。お通じが調子悪い人は全身を整えて自律神経を整えた上でお通じを出てるのがあります。改便です。改便、はい、皆さん大好きなベンデルです。やりますか。やっぱり腎臓ですね。腎臓の経絡がちょっとパワーダウンする、ちょっとむくみが出たりとか疲労がちょっとあるのかな。ちょっとバランスチェックします。ここでキープしてください。ここでキープ、グダグダです。ここでキープしてください。ここでキープ、これ力入りますよね。はいはい、こっちはちょっと力抜けますよね。あるよ、はい、オッケーです。これでキープしてください。はい、あ、さっきより全然いけますね、はい、すごいですね。わざとじゃないですよ、私。わざとじゃないんですけど、わざとっぽく見えちゃいます、ね、うん、さっき水玉やったね、模様がありますけど、ぜひその動画も見てください。概要欄に貼ってあります。腎臓の経絡が整いましたので、お通じ改善はここですね、はい。ちょっと響きますけど、またズーンっていう、はい、来た来た、これです。9センチです。これが入ります、はい。ちょっとグーンって響きます。
ちょっと引きますね。おお、大丈夫。あ、大丈夫って独特ですね、その表現が。大丈夫ですか。はい、これぐらいですか。細いんでこれぐらいしか入らないです。ここでいきます。はい、おはい、はい、入りました。9センチですね。ドゥグ、何でしたっけ。ドゥグシッドゥグシッドゥグ。めっちゃ入ってますよね。めっちゃ入ってます。すごくないですか。全部入ってます。すごい。体内にめっちゃ針取り込んでますよね。私取り込んでる。すごくないですか。独特な表現ですね。めっちゃ体内に針が入ってる。ということで5分ほど休みいただきます。あ、結構動いてます。で5分経ちましたので針を取っていきます。取り込んだ針を取り出します。はい、あー、あー、長い。これです。おお、これ取り込まれてます。いや、今なんかすっきりした気がしました。なんかデンデールじゃないですけど。出切りました。出切りました。はい、明日出ますか。ズボンと楽しみにしています。楽しみです。はい、では全部取りましたので次に動きをね最後確認してみたいと思います。筋肉刺激された感あります。そうですね、はい、すごい。まあ、ちょっとねお通じの方は数日後にご連絡いただければ、ね、はい、ちょっと動画とかで報告いただければと思いますけど、今硬さですねチェックしたいと思います。右ひねってもらってもうだいぶいけますね。だいぶいけますね。反対側ですか。反対側さっき求めてきました。右側いかなかった、はい、よかったですね。すごい回るようになりました、はいはい、よかったです。こういった施術ですね、例えばお通じとか悩んだりとかお医者さんとか行ってもですねなかなか良くならないとかっていう方はですねぜひお問い合わせいただければですねむちゃむちゃ良くなります。で先ほど普通の治療の施術にですねベンデールやってほしいっていうお問い合わせいただければですね対応しますのでぜひ受けていただければと思います。悩みをねぜひ改善していただければと思います。うちの院はですね横浜と町とここは銀座なんですけどね銀座院がありますのでそちらの方にお問い合わせいただければと思います。またですねこの技術がですねできる、指導している弟子がですね大体100人ぐらいおりますのでその先生方ご紹介できますので全国ですね地方の方でなかなか横浜と銀座に来れない方はお問い合わせいただけると思います。天津さんのチャンネルの方でもコラボしていますので概要欄に書いてありますのでぜひですね見ていただければと思います。でですね他にも施術の動画ですとかセルフケアの動画を配信していますので次の動画もご覧いただけると思います。チャンネル登録と高評価の方で応援よろしくお願いします。小野さんのチャンネル見てくださいね。見てください。意外とお若いとですねあんま気にしないんですよね。あんまりね疲れ感じないでしょすぐ疲れちゃう気がするんですけど、そしたら寝ちゃいます。あ、寝ちゃいます。今私針取り込んでるわけじゃないですか。なんかそれがすごくないですか。なんか不思議な気持ちですね。なんか体内に針取り込んでると思って、なかなかない経験ですよね。いやすごい。